河川の撮影の許可はいただいています。あちらの方が、河川なんですが、嵐山駅からですね、結構、登ってきてますね。なんか以前行った位置に、まあ、ダムを作っておいてという形ですね。現在、JR で、移動しながら天竺湖を、目指しています。一応、まあ、川下りとかがありますが、もうエネルギーの、確保を最優先で物事を考えたいと思います。線路も撮影しておきます。どれぐらい傾斜、登っていってるかとか、そういったことを、考慮しておいた方が、門を設置した時にどれぐらい上流まで満水にした時に水が来るのか、その確認ですね。衛星線が来ます。一応合流する河川ですね。
水を満水にした時の落下線のどれぐらいのところまで水位が来るのかということで、貯水量が決まってくるかと思います。町の発展からして次の駅が亀岡駅かと思われます。シャープの亀岡工場の亀岡市です。停車ついてますけども、高架で上がっていく時とかありまして、先ほども登った後下ったりとかしてますんで、基本的にこちらの方ほぼ、平行で、横ばいだと思っていただいていいかと思います。撮影している限りではそうですね。これから先の大関川なども、多分水が貯水されてという形になってくるかと思います。次の駅が、こちらですね。あとはどれぐらい上流のところまで水が、来そうかというところですね。まあ、この辺のところは、ミニシダムを作って、水を貯水して、どれぐらいの水位を増やしたのか、
らい上流のところまで、満水にした時に水が来るのか、次がこちらの駅です。月読み橋という読み方で合ってると思うんですが、こちらが一つの目安になってくるかもしれません。ちょっと結構揺れますので、バランスを少し崩します。京都駅の近辺もそうだったんですけども、特に今京都なんですけども、どこに関してした廃屋がかなりたくさんあります。半径 2,3 キロ以内だと100キロもあると思います。 JR の京都駅です。まだまだ上流のところまで、水、来る可能性が高いです。次は、八木駅という読み方で合っているかと思います。河川が見えない状態ですので、そこはまあ残念なところ。どうでしょうね、これが先ほどのところの、まあ、河川だったかもしれないですね。しましたね、かなり高さがないですね。2メートルぐらいしか高さがなかったので、
り段がありましたので、あの辺りがポイントかもしれないですね。今が八木駅で、先ほどの、場所が、まあ、この辺りだと思われます。まあ、川が広いので、まあ、段がだいぶありましたし、それまで登ってきたという状況もありますので、水位この辺りかもしれないですね。一応地図に印つけておきます。高さでしたら、まあ高さというか高さはですね、両サイド2メートルぐらいしかなかったので、まあ。こちらの、日本の河川が合流するこの辺りに次の門を設置するということで、まあ、濃厚ですね。ただし今かなり河川なだらかですよ、まあ、こちらは左側合流している河川だと思うんですが、高架という形で形状ですから、道路の高さはですね、電車がかなり逃げてます。
重視と任せんの幅とかを考えたらこの辺りの方がいいかもしれないですね。ちょっとまあここにも、まあ、まあここもちょっと直接見に行った方がまあ高さとかどうなってるかとか、確認しやすいんですが、もうこれ右手の方の方は一旦はあの、まあ、見えなくなりまして、このまままあ、この電車は園部駅が終点なんですが、このまま、次の電車で、登っていきまして、天雀湖日吉ダムの方に、行きたいと思います。こちらです。日吉駅がありますので、まあ、こちらで下車をしてという形になると思います。こちらで下車して、日吉ダム、天雀湖を、見ると、まあ、こういうふうな、形ですね。でこの、まあ天雀湖日吉ダムなんですけども、こちらの方はあの上流からさまざまな河川から水が流れてきていて、まあ、水を貯水していると、まあ、縮尺はこれぐらいです。その目が、先ほどの、分流する地点に水門を設置したときに、満水したときにどれぐらい、水が来るのかと、そういうところを、少し、注目して撮影しています。
都市部の人はあまり慣れないかもしれませんけども、基本的にある程度参加まで来ると、大体どこでもこの開けるとかこういうボタンがついてます。日吉駅で、下車して、あちらの方が、日吉ダムに向かっているんですが、その日吉ダムの、出先の河川に合流する河川がこちらなんですけども、こちらの河川も深さが結構ありますので、途中、どっかで門を設置するのが妥当ですね。貯水量は結構、見込めそうです。先ほど、日吉駅から降りた河川と合流する河川です。この辺り川幅あるところに、水門、設置したらいいんじゃないかなと思います。ちょうどあの階段のところとこちらの方ですね、この間は、川幅ありますので、こちらに設置して、奥行きも結構、奥の方まで貯水できそうです。訂正します。日吉ダムは天着湖と言ってましたが、天若湖と呼ぶのが正式名称の可能性が高そうです。天若と書かれてますので、こちらはビジネスホテルですけども、下の方に、天若と書かれてますので、天若がダムのようです。見えてきました。日吉ダムですと、あとこちらの方合流する河川ですね、手前の方なんですけども、こちらの方が、あちらから、流れてきています。日吉ダムもそこそこ排水してるのではないでしょうか。こちらの河川もある程度の水の量はあります。すぐ目と鼻の先ですので、排水に関しても浄化水槽云々のところで、余った水がこう溢れ出て流れてきているケースなのか、ちょっと見てみたいと思います。
あちらの方から、日吉ダムの方へ登っていってる途中なんですが、やっぱり、折れた枝だとか、まあ細いですけども倒木だったりだとか、そういったものがやっぱり多数あります。日吉駅を降りたすぐ近くのところにですね、小学校か中学校だと思われるところがありました。まあ係員の方つけていただいて、冬場かまど発電ということで、周りあの完全に山ですので、いくらでも、片道歩いて1時間程度のところでも、かなり木材を入手できると思います。到着しました。日吉ダムの概要です。まあ、こちらに書かれている内容など、総貯水量など、結構重要ですので、撮影しておきます。こちらが、ダムの情景です。まあ、あちらの方からも、流れてきている、水がありまして、あちらの方からと、あちらの方からとで、まあ、奥の方のところから、河川が、水が流れてきていると、あちらの方もあの右手と左手の方からがありまして、で、まあ、真ん中はあの中州になったんだと思います。長年 の、 あの何万年だとか何十万年だとか、そういうふうな月日で、上流から流れてきた土砂などが堆積して、まあ、真ん中の方が真ん中巣になったと。だからまあ多分、まあ見ていてもそうだと思うんですけど、多分その下は岩壁ではないと思うんです。で、まああちらの方とかは多分岩壁です。まあ見た目でわかると思うんですけども、あちらちょっと土の跡が見えてると思うんですけども、多分流れてきた土砂が同じぐらいの高さまで堆積していて、まあ、ちょっと掘ったら岩壁が出てくるかと思うんですけど、まあ、あとはそうですね、許可いただいて、あと流木たくさん流れ着いてるんで、まあ、こういったところも先ほどの学校の係員の話ですね、鎌田発電の。であとはもうあちらの方の上流の方の撮影は行かないです。車がなかったらこれは無理だと思います。それでは、次、一旦、お手洗いと行きまして、由良川を、目指したいと思います。先ほど日吉駅で降りた時に、JR、兵庫県三田市の三田駅から、日吉駅までで、約2900円ほど、かかっていました。神戸電鉄の、三田駅までの運賃を足すと3000円を超えていましてですね、まあ、今日、由良川の撮影等で、まあ、5000円超えてくることになるんじゃないかと、交通費が、そういう状況です。ですが、しっかりと、撮影したいと思います。由良川に関しては電車がやっぱり途中まででして、まあ、できる範囲で、撮影したいなと思います。以上です。由良川へ行く途中にですね、日吉ダム の、 河川の底に降りてこれる道を見つけましたので、ちょっと降りてきました。あちらの方ですね、かなりの水が常時排水されています。多分、大雨とか降った時に一気に水が溜まったりするから、あらかじめ、まあ、排水しているのか、もしくはその浄化水槽などへ通せるところで、まあ、水圧で余った分が流れてくる仕組みになっているのかもしれません。まあ、あちらの方からも、水が流れてきているんですけども、鉄格子のところですね、あちらの方の、出口のところ、かなりの水が、出てきているんですけども、まあ、発電装置はついているのかどうかというところですね。まあ、このまま放っておくのはもったいないのと、あと、まあ、それらしい立て札を見てないんですよ、発電だとかそういったものが。まあ、政府の人でも、まあ、気づかないことっていうのはあることであって、まあ、あの水の量を野放しにするのはもったいないですね。あの出口のところに水車を設置したりだとか、それだけでもかなり違うと思います。それか以前の琵琶湖からの、
天ヶ瀬ダムですかね、ちょっと名称間違えてるかもしれませんけども、まあ、あちらの方 の, あの出先のところ の, あの琵琶湖からの送水管の出先のところですね、あちらをまあ私の意見では、密閉して、回転扉をつけるという方法なんですけども、まあ、密閉することによって圧力がすごくかかりますので、まあ、あちらの方も、まあ、密閉して、回転扉という方法でも良いかと思います。でその後あちらの落差を利用して、水の出先、まあ、多分左手の方にあるんだと思うんですけども、まあ、そちらの方に、水車を設置すると、まあ、あとは河川の底を少し加工して、その水車のところにだけ、水が通るような形で、水車はあの上の方の部分 の, その水が当たっているところだけじゃなくて、その下 の, その水路のところにも水が当たりますので、それで、ま、あの2つ当たる箇所があって、回りやすくなりますので。と、まあ、あと日吉ダム、こちらは、まあ、キャンプ場みたいな形になっているみたいですね。それでは、由良川の方を目指して、まずは、日吉駅に戻りたいと思います。まあ、ちょっと昼食どこか食べれそうなところ、先ほど日吉駅を降りたところ、あの飲食でもあのもう店じまいされているようなところとかで、コンビニエンスストアも特に見当たらなくて、まあ、そこはあのどうやらレストランとかあるみたいですので、まあ、ちょっとこれから先の駅とかもいろいろ予定考えながら、どっか、食べれるところはあるかないか、まあ、対応したいと思います。まあ、ちょっとまだ時間早いんで、まだ11時くらいなんです。だからまあ由良川目指して綾部市などに入って、まあそこで、まあ昼食だとかその方向の路線の方がいいかもしれないですね。ちょっとあの叱られるような工事発見しました。あちらが日吉駅の方なんですけども、あちらが日吉ダムです。でそちらが河川なんですけども、ここ車あんまり通らないんですよ。これ階段です。あの都市部とかに見受けられる、他のそうテレビ番組でも何かしてましたね。こんな無駄な工事しては怒られますよ本当に。そこに信号まである、あるんですから。